リプルループからダブルトーループ。まずコンビネーションジャンプ。アクセルシットスピンですね。8つの要素を2分40秒で演じます。ダブルフリップ、要素は5つ終わりました。ダブルアクセル決まった。見事な滑りでした。一番滑走、日本の佐藤由香選手、にっこりです。3つのジャンプ、3つのスピン、2つのステップで、試合の前ですからまだパーティーにもなりませんが、試合が終わったらパーティーをしようという話になっています。フランスで誕生日を迎えられてとても良かったと話していました。さあ得点、まずエレメンツですが、井原さん、一番滑走としては高い得点ですね。なかなか高いですね。5.4 まで上がってきてますね。規定されたジャンプやスピンの正確さを評価する、これがエレメンツ。そしてプレゼンテーション。あ、これはいいですね、なかなか。